土砂崩れなどによる影響で、インフラの復旧が進んでいない地域もあります。今も一部で断水が続く、珠洲市から中継です。津波で大きな被害を受けた涼し、迂回地区に来ています。半年が経った現在も電柱が大きく傾き、さらには津波で落ち流された車が瓦が礫の中にそのままとなっています。石川県では地震により最大でおよそ。 11万戸で断水が発生しました現在も鈴市と和島市の一部では断水が続いています先月28日時点で鈴市では757個で水が通っていません鈴市によりますと9月中に市内全域で断水を解消したいということです一方で水道復旧工事が完了しても そこから各家庭へつながる給水管の工事が進まないケースも多くあります石川県では被災者に地元以外の工事事業者を利用してもらうため出張にかかった費用を補助するなど対策を進めています半年たっても変わらない街並みに対して付近の住民からはこの光景に見慣れてしまったこと自体がおかしいという声も聞かれます